半分だよね。うん。尻尾の方。なんて言うだ。尻尾の方。大根に尻尾。独特の表現やね。言わんかね。いや言わんの。これ尻尾の方。皆さん言うかどうか教えてくださいコメントで。ね、もうすでにこれでおかずが2品あるきね。これとご飯だけ上等やね。そう、そぎ切りっていうわよ。すぐ食べるけど。うん。一人ごと言い出した。ああ、面白い。あら。落ちた。すごい、いかがかこれでしもって大根だらけ。いいね、おいしいお茶においしいご飯においしい漬物におかずが2品もある、まあ、上等。これもみりんとお酒とお砂糖もおまじないばい、おまじないばい、はい、ちょっと、はい、お酒、元禄美人。入れすぎやったね。分からん。水を。薄味みたいな。うん。美味しい。食べてみたい。美味しい。非常に。味噌汁、家でね、うん、行何だったんでしょう。これよ、気がついた。今日、味噌汁食べだった。おお、と思われた。うん。おお、え、いい、これ。もうよし。いい感じでできましたか。これも、これ。これ、ね、うん。これも、もうよし。はい。これを、いくね。はい、いけ。何でしょう。いや、まだまだお父さん、まだ時間かかる。8時から2時ぐらい。8時までには行くと思う。ああ、すみません。8時に行くね。何がある？イカは大好き。うん、イカ大好き。うん、イカ大好き。おは、ええ匂い。ほんまにええ匂い。イカと大根が合うの。うん、合うね。お酢も入れちゃうときれいなね。うん。はい、うん、こうする、はい、
ラウンドってもいいか。これでしょうか。みたいな。まあ。はい。これはあんたの。うん。あごだしが美味しいわね。あごだしが。うん、美味しい。鮭のは食べれるわね、うん、あ、そうなんや食べれんのこんなに縦に食べれんのあ、そうまあいい、そのけんどわからんでどこきのこの鮭のがあるかもわからんけど、うん、おばあちゃんのおばあちゃんはそう言ったそれはい、見せてあごだし入れたあご入りふりだしの買い物に行ったけん、まあ、どういった、うん、今週用頼まれたけど、どうにか行けとそうやね、うん、テントミロン放ってきたけん、うん、よっしゃ、今日食べましょうその美味しい漬物いただこうもう置いてるんじゃないうんつはうん、これはうんこれ出てるわ、君うん結構はい、うん、上等おじいちゃん食べやすいのかねうん、そうそうそんなんがいいと思う、うん、食べやすいと思う三つはうん、これでこれを漬け込んでいたら美味しいそう、明日また食べれるなんでこれいやスペアリブやって豚スペアリブ、そうそう、ようわかったね声を置いてうんここに味噌汁を置いたのも骨ではいできましたはいこれ、うん、イカと大根の煮しめうんで、これをいただいたうん何を言っているとこれ、ともくんが作ったうん何っていう、わからんスペアリブで、これははいあのお味噌汁はいしめじと豆腐とわかめ、うんおじいちゃん、遅くなりましたこんなことをしたっていくかね尻尾がついちゃう尻尾がついちゃうよいしょそれでいっぱい取ったらよ、うん、それでいただきますはい、食べてくださいどうぞ、うん、これはうまい、どうなうん、うん、よかったねしめじが美味しい、うん、これもすごく美味しい、うん、米が美味しいしね、うん、こ
この漬物マグロ美味しい。うん、そう。これうまい。ほんまに、これ昨日あのいただいたあの奈良のね、奈良の吉野桜味噌、うん、桜味噌焼きネギ小きゅうりって感じ。うん、きゅうりやから大和吉野の味島の、ね、これ美味しいわ。美味しいね。美味しい。ご飯が進む、うん、そうなんや。さようでござる。それまあばあちゃん食べてみて、俺作ったどうか。食べにくいけどね、骨がある、うん、お味はしっかりしちゃう、うんうん、いいお味。あ、ほんと？うん、それよかった。この豚肉は弱味で煮る。そうやろ、弱味で。そう、ありがとう。おいしいね、うん。はい、じゃあ食べてきます。今日は豪華です。私作ったスペアリブとばあちゃんのスルメイカと大根の煮付けと、これ吉野桜味噌焼きネギ小きゅうり、いただきました。奈良の漬物だそうです。と味噌汁、はい、いただいていきましょう。じゃあまずはばあちゃんのこのしめじとわかめは合うのかと言うてた味噌汁。夜のしめじ、うん、満点。あ、そう、よかったね。ちょっとなんか味が薄いような気がするけど。さあ、それでこのスルメイカと大根の煮付け、はい、いただきます。うん、イカと大根の合うことものすごい美味しい。ええー、味。はい、そしてこのスペアリブがっついちゃいます。ね、スペアリブ、うん、これはまこと味が旬でめちゃめちゃうまい。さあ、このきゅうり漬物いただきましょうかね。これどんな味でしょう。これも美味しいね。このきゅうりはほんまにええわじゃねえ。うん、このピリ辛具合とこの味噌の味のうまさ、これはご飯が進むね。うまい、まこと。はい、では食べていきます。きゅうりと思いねえ。いや、ご飯おかわりしようかな、食べたい。うん、おじいちゃんが美味しそうにして食べる。うん、嬉しいわ。うまいね。うん、お煮物の基本はお酒とみりん。お酒とみりんは絶対使う。お酒とみりんとかよ、うん、もう何もかもうまいわ。ご飯が美味しいよ。うん、うん、ご飯がパーチューロ、こんな煮込まるよ。これ美味しいはずよ、米豚やもん。米豚で育ったブーちゃん、美味しかったです。なんか間違っちゃう。ご飯が、なんか知らんけど、米豚ではそうだ。ご飯が、もう米の質が良かった。うん、煮込まるもの。うん、煮込まるか。はい。それからもう一つは、なんて言うけど、ほんと、きゅうりの味噌漬けがなんか知らん。あれはびっくりだ。ねえ。うん。ご飯が進む。あれはきゅうりの味噌漬けだ。これ注文して取ったらええね。うん。いや、ほんとよ、よしの。うん。桜味噌、吉野桜味噌、うん、焼きネギ、料理、うん、大きなお部分、ちょっと仕立てとか言うね。うまいはずや。ねえ、吉野の味今、わあ、素晴らしい。100しのぶれんじゃけど、これなかなかいい味。そうよ。ちいこちゃんが待ち受けがじゃんが。チコちゃんが待ちよ。チコちゃん待ちよ。はーい。チコちゃん待ちよ、チコちゃんが。はーい。寄って。はーい。はい、美味しかったです。